もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。元側近の告発によって学歴詐称疑惑が再燃している東京都の小池百合子知事。知事は相変わらず海路大が卒業を認めているの一点張りですが、認定は妥当なのでしょうか。そんな中、小池知事を深く知る関係者が集まり、緊急座談会が開催されました。そこでは彼女の驚きの人間性が明かされました。また小池都知事はエジプトのエージェント同然と言われており、小池知事は弱みを握られている状態だと言います。今回はこちらについて調査しまとめましたので、最後までご視聴よろしくお願いします。公職選挙法違反、自由妨害の疑いで警視庁の家宅捜索を受けた政治団体翼の党について、東京都の小池百合子知事は13日都庁で記者団に対し、他の候補者を追いかけ回したり音声をかぶせたり、本来の選挙の目的にかなっているのか、公選法の見直しも必要ではないかと述べました。翼の党は4月28日に投開票された衆院東京15区補欠選挙で他候補の街頭演説を妨害するなどした疑いが持たれています。また小池知事は翼の党が選挙期間中に自宅前でも街頭演説を実施したとし、こんなに身の危険を感じながら選挙をするのかと改めて当時の心境を吐露。候補者も身の危険を感じながら選挙を行う、ここは日本ですよね、非常に疑問というかおかしいと語りました。そんな小池百合子都知事の側近で元都民ファーストの会事務総長の小島敏郎氏が彼女の学歴詐称工作を告発した手記が文藝春秋5月号に掲載されると、世間には瞬く間に波紋が広がりました。4月28日投開票の衆院東京15区補選では、小池知事が支援した乙武洋匡氏が落選。7月に行われる都知事選への影響も少なくないと注目されています。そんな中、文藝春秋6月号では小池知事を深く知る3人に集まってもらい、海路大学卒小池百合子都知事の心願と題する緊急座談会が行われました。その3人とは、政治ジャーナリストの田崎史郎氏、元東京都庁職員の沢明氏、ザガール創業者の奥谷玲子氏です。私は小島氏の手記を読んで非常に信憑性が高いと感じました。政治家と違って官僚は事実に基づいて正確に記録する訓練を受けている。環境省の幹部だった小島氏はまさにその典型です。自分の言動と小池さんの言動、さらには記事に出てくる元ジャーナリストの A 氏や千代田区長らの言動がきちんと整理されていて、限りなく事実に近いなと一読して感心しましたと語った田崎氏。すると奥谷氏は、でも小池さん自身は学歴詐称疑惑について何も気にしていないと思いますよ。彼女とはかれこれ40年近くの付き合いで、親友ではないけれど友人ではあると思う。彼女の性格や考え方を知っていますが、小池さんはいつもその場のノリで何が受けるかを考えている人、普通の人とは次元の異なる感覚の持ち主ですから、学歴詐称疑惑で騒がれてもそんなに大変なことなのという程度の認識でしょうと語りました。奥谷氏はエジプト留学から帰国して間もない小池氏を財界人から紹介されて以来40年近く交流を続けてきました。座談会では奥谷氏が小池知事のことを深く知るがゆえに厳しい評価を下す場面もありました。彼女は恩義や仁義といった言葉から最も遠い人です。そこを理解しないといけない。30年以上小池さんと財界人を交えた読書会をやっています。オリックス元会長の宮内義彦さんやトヨタ元社長の奥田博さんなども参加していらした。食事をしながら課題の本について議論をするのですが、持ち回りで幹事役をやって会場の手配や支払いをするんです。ところが彼女は幹事役を一切やろうとしない。さすがに私があなた一回くらいやりなさいよと言って、ようやく昨年初めて幹事をしましたよ。彼女がやらなくても
周囲の男性陣は優しいから何も言わない。普通は申し訳ないとか、恩義を感じるものだけど、彼女は平然としているんですね。その後、小池知事の政治家としての手腕に話題が及ぶと、奥谷氏は次のように論評しました。人を裏切るし、国家感もないけど、他の女性政治家に比べれば、小池さんの方が相対的によく見える。ですが、かつて小池知事に仕えていた沢氏は、そんな奥谷氏の意見に真っ向から反論しました。しかし、都庁 OB としては、この先も小池さんが都知事の座にしがみつくことは、最悪の展開だと思っています。現役の職員たちもそれを一番危惧しているでしょう。空飛ぶ車の開発や、江戸の文化を世界遺産にする、といった、実現性のない政策ばかりを掲げ、思いつきの無理難題に有能な職員や、多額の予算が注ぎ込まれています。そのせいか、知事直轄の政策企画局では、この1年の間に約30人もの職員が退職している。職員たちの間では、小池知事が続く間は、本庁にいたくない。出先機関で身の安全を確保したいと囁かれています。これを受け、ネット上では、人は自分のために利用するもの、という強固な信念というか防衛本能が、岩盤のように備わっているのだと思えます。政治家としてとか都民や選挙民のためということは微塵もなく、その場その場で選挙民の受けの良い政策をぶち上げ、当選のためには一時的だろうが何だろうが構わないと考えでしょう。小池氏は選挙前にいつも、カイロ大学の学歴詐称問題が起きると言っていますが、小池氏も選挙前に目くらましのように高校授業料無償化とか、都庁プロジェクションマッピングとか、目立つことを次々としますよね。そしてカイロ大学学歴詐称の件はだんまりを決め込む。さすがにいい加減にしませんか。次の選挙は都知事選、衆議院総選挙ともに当選させてはならない人でしょう。選挙でその時の流行りや情勢に乗っかるのは上手。でもさすがに学歴詐称スキャンダルの火の粉はしっかりと払わないと都民は納得しないでしょうし、都知事選強力なライバル来たら勝ち目ないでしょうね。そういう人だって国会議員の頃から見え見えだったじゃない。それを見抜けず投票したたくさんの都民一人一人が悪い。もう人気投票や雰囲気での投票はやめようよ。政策だけでなく人間性、特に嘘をつかない。クリーンさ、利権に無縁。そして推進力。小池さんは政策と推進力が、差も秀でてるような雰囲気作りが上手なだけ。ちゃんと見極めて投票しよう。といったコメントが寄せられています。小池知事がカイロ大学を卒業したのは本当なのでしょうか。相変わらず、カイロ大が卒業を認めているの一点張りですが、認定は妥当なのでしょうか。1990年代にカイロ大に通い、独自調査で大学の体質を知り尽くしているジャーナリストの浅川義弘氏が学歴詐称疑惑について語りました。小池知事の学歴詐称を告発した女帝出版直後の2020年6月、知事の卒業を証明するカイロ大声明が駐日エジプト大使館の SNS に投稿されました。小池知事が再選した都知事選の告示直前、声明には報道への警告まで記されていましたが、元側近の小島敏郎弁護士は、声明の文言案を小池知事と側近らが相談して決めていたと暴露しました。民主主義の根幹である選挙に外国勢力が介入したという点は以前と変わりませんが、そこに小池氏の意図が働いていたとしたら大問題です。選挙への介入を導いたとなれば、国家への反逆と言える行為です。声明発表によって都議会の追及はストップし、日本の多くのメディアも沈黙。小池氏のみならず、声明を出したカイロ大としても狙い通りの展開だったはずです。カイロ大というのは一般的な国公立大でもなければ私立大でもなく、エジプト軍事政権が直接管理運営する国家機関です。学長のみならず、学部長でさえ大統領に任命権がある。カイロ大を貶める報道はエジプト国家そのものへの攻撃と同じです。政府による外国メディアへの圧力など、エジプトでは日常茶飯事で不思議なことではありません。カイロ大声明発表直後、政権寄りのエジプトメディアは、カイロ大
危機に瀕する都知事を救うために介入。カイロ大、都知事の卒業証書を認めない日本メディアに対し法的措置で脅迫などと報じたほどです。その理由を一言で言えば、小池氏がエジプト政府のエージェント同然の存在だからです。カイロ大はそうしたエージェントを養成する機関でもある。もちろん小池氏だけに限ったことではありませんが、後にエジプト大統領となるガマル・アブデル・ナセルが52年に軍事クーデターで政権を奪取して以降、小池氏が留学していた70年代までカイロ大には特殊な外国人留学枠が存在していました。一つはアラブ諸国でエジプト国益に沿った反政府活動をする若者を亡命させ母国に戻った時に工作員にする枠、いわゆる亡命枠で、イラク元大統領のサダム・フセインがその一人です。小池氏は亡命枠ではなく、ナセル側近で情報相を務めたムハンマド・アブデル・カーデル・ハーテムの特別枠でした。エジプトの国策に都合のいいエージェントを育成するため、非アラブ国出身者を優遇する枠です。ハーテム枠はさらにインテリジェンス枠とインフォメーション枠に分かれています。インテリジェンスというのは他国で諜報活動を行って世論を操作し、新エジプト国家を形成したり敵国を不利な状況に陥らせること。インフォメーションはいわゆる戦略広報です。例えば73年の第4次中東戦争でエジプトはイスラエル軍の不意をついた奇襲攻撃を仕掛けましたが、その大義を世界に知らしめなければ意味がありません。情報省ハーテムは欧米のマスコミをメディアツアーの名目で戦地候補地に事前招待し、現場で情報操作しながら報じさせたのです。アラブ世界のプロパガンダの父と呼ばれています。小池知事はインフォメーション枠だったわけですが、具体的にどんな役割なのでしょうか。一つはカイロ大の偉大さを証明することです。カイロ大の卒業生でノーベル賞を取った人物が3人いますが、全員エジプト人です。海外で首脳に就任した人もいますが、やはりアラブ人。カイロ大を卒業した先進国の要人は小池知事一人しかいません。公式ホームページでもカイロ大は日本の元防衛大臣である小池都知事の輩出に成功と記すように、カイロ大を宣伝するための極めて重要な存在なのです。そしてもう一つ重大な役目があるそうで、日本政府から援助を引き出すための窓口となることです。興味深い報道があります。16年3月にエジプト政府系のアハラーム氏が報じた記事によると、来日した当時のシシ大統領は日本エジプト友好議連会長だった小池氏と面会、大統領は謝意を表したとされている。一体何に対して謝意を表したのか。記事では大統領の訪日では教育プログラムに関連して多くの目標を達成したと紹介されている。実はこの報道の約1ヶ月前、300数十億円に上る日本の ODA 政府開発援助による教育支援策エジプト日本教育パートナーシップが発表されています。つまりシシ大統領は ODA という形で援助が実現したことについて小池氏に謝意を表したわけです。小池氏はナセル大統領が外国人学生に対して奨学金を提供するという重要な政策を採用していたと評価。彼女自身もエジプト政府から月額数千円程度の支援を受け取っていたことを明かした上で、ナセルの私への投資は有益で成功だったでしょ、だってそうじゃないと発言したというのです。教育支援 ODA の実現を誇るような話しぶりで、まさにエージェントというしかありません。18年にはエジプト軍部諜報系テレビ局の取材に、私は 100% エジプト人と話したほどです。ではなぜエジプト政府軍部と一体のカイロ大が小池知事を守るのでしょうか。私が90年代にカイロ大に通っていた経験から言って、小池氏のアラビア語は卒業できるレベルではありません。カイロ大は小池氏について超法規的卒業という扱いにしたのだと見ています。カイロ大は編入学については法律で大統領権限に基づく特別枠が存在しますので、コネでも法規的に入れます。しかし卒業に関しては
法律で明記されていません。当たり前ですが、権力者の口利きによる卒業、学位授与を公認すれば、大学の信用は無になるからです。しかし、その法を超えた卒業枠があるのは、エジプトでは公然の事実です。小池氏も同じケースの可能性があります。結果的に弱みを握られている状態の小池知事、外国政府に都知事の生殺与奪の権を握られた状況は、極めて危険なことだと思われますが、今後、どのような条件を引き出されることになるのでしょうか。今後の小池知事の動向に注目です。お電話いただきありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。